足田川、足田川は、広島県東部を流れる足田川水系の本流で、一級河川。リンゴ地方を代表する河川である。流路延長8 6トル、流域面積860平方キロメー km。1967年、昭和42年6月一級河川に指定。2015年現在、中国地方一級、河川13水系のうち、 水質ワースト1位。1972年度から38年間にわたり、更新し続けてきたが、2011年度のみ前年に、同地だった吉井川が、さらに悪化したため、ワーストを脱出することとなった。ただ、翌2012年に吉井川が、水質改善したことにより再び、ワーストとなり、以降その記録を更新している。 広島県三原市山都町大技増収、標高570メートルに源を発し、瀬ラ大地、木美高原を概ね登流、府中市へ出る。神戸平野に入り、福山市北部で南流へ展示福山平野を南下、福山市街の西を通って、ビンゴ灘、瀬戸内海に注ぐ。途中で支流を合わせ、全流域は、県東部及び一部岡山県西部にまたがる。以下、 本流域及び主要な市流域にある市町村を上流から列挙する。突起のない市町村は広島県。上中下流域は以下の通り。また、当地の気候区分は瀬戸内海式気候に属し、梅雨と台風以外の降雨及び降雪が少ない。流域都市の年間降水量は全国平均の2、3程度である。 中国地方の主要都市を流れる他の一級河川との違いや特徴は以下の通り、そのため、中、下流に、ビンゴ都市圏の中心地であり、中核市である福山市を抱えかなりの水利用がある中で、洪水対策を取らなければならないのと同時に、滑水対策も取らなければならない、地水、利水ともに難しい河川である。3000年から4000年前の太古の昔、 現在の中、下流域は穴の海と呼ばれる沼あるいは湿地帯であった。年月を重ねるうちに上流から流出してきた土砂が堆積し平野を形成。弥生時代にはその平野に穴国ができ、人々が住んでいた。中流域は江戸時代までこの地域の中心地であった。馬屋に6世紀後半から7世紀初頭に作られたビンゴ地方としては、 珍しい大規模前方公園墳の双子塚古墳があり、これはこの地域が、キビ国の一部として、山東県とつながりがあったことを示している。7世紀後半に、貧乏国が設けられると、国府は、府中に、国分寺は、神戸に置かれた。山陽道と石州街道の交点である、三木が栄え、南北朝時代に神戸城が築城され、戦国時代まで神戸は、 ビンゴ国の要所として機能した。一方当時の河口には、港町あるいは明王院の門前町として、草戸宣言町が栄えていた。さらに南には、塩町の港として、友の裏が発展していた。慶長年代、1596年から1615年に、府中の国府付近が大規模な洪水により流出した記録が、江戸時代後期の地市。 備え広く軍師に残っている。なお、中国地方の一級河川である悲川、河野川、旭川、大田川などは、中国山地内でのたたら製鉄に伴う森林伐採による土砂流出によりこの時代に洪水と平野形成が行われているが、蒸気の通り源流が中国山地内にない足田川は、その影響はなかった。天気となったのは、1619年。 元那五年に、不代大,大名水野勝成が、貧を福山藩主として入法したことである。西国の有力と座間大名に対する抑えとして、福山城が築城され、周辺開発を積極的に行い領内の経営に努めた。その中で、河川改修が行われた。川口部に広がる干潟を干拓し農地に変え、福山城下への氾濫を防ぐため城から川を、 遠ざけるような流れを西寄りに回収する工事が行われた。その中で有名なものが中津源の改修である。府中から蛇行していた川筋を東へまっすぐ流し、中津源で南へ直角に曲げ、その曲がり角に二重堤防を築き、この地点で意図的に河川を氾濫させ、浄化を洪水から守る不振を行った。勝成は、その他、日本三大上水道である。 福山上水や、服部大池を不審している。この頃の芦田川は、現在の福山市上島町から、高鳥川と芦田川に分岐し、高鳥川は、市内川、芦田川は山川を流れ、現在の水のみ町付近で合流し、川口へと流れていた。ちなみにこの二つの川に挟まれた中洲にあった、草戸千元町は、1673年、 漢文13年の大規模洪水により水没している。江戸時代、勝成以降は大規模な河川改修は行われなかった。この間、福山藩は、専門の航路確保のため積極的に、大積土砂対策に努めた。具体的には、流域の村に、頻繁な春雪を命じ、出水破竹後寸、約2.58メートル時点で役所に報告され、藩による、 防災活動を開始、1条約3.03メートル時点で城の西側にあたる、本城に約200人の妊婦が集まる手はずとなっていた。明治時代に入り廃藩地県以降、専後確保のための土砂対策が行われなくなり、堆積土砂や老朽化した堤防が原因で80ミリメートル以上の降雨で簡単に洪水してしまい、これが毎年のように続いた。 1919年、大正8年7月、梅雨前線による洪水により、府中、駅下、神戸、福山中心部、つまり現在の中流域から下流域を襲う大規模な洪水が発生する。被害状況は、死者23人、家屋全壊226戸、家屋半壊190戸、床上浸水770戸、床下浸水5468戸、 これを契機に、足田川の府中から、下流川の治水工事が決定し、1921年、大正10年に着工した。その中で最も大きな事業が、高取川を廃川にし埋め立て、その付近の中洲を掘削し、足田川を拡幅する工事であった。この工事の最中、1930年、昭和5年には、江戸時代に消滅して、 存在自体忘れ去られていた草戸線延長で、陶磁器や古戦等が多数出土していい。戦時中は工事を中断する。1945年昭和20年8月8日の福山大空襲の際には一部の市民はこの川へ避難してきている。同年9月大型の枕崎台風による洪水では、中流域を中心に大きな被害となった。被害状況は、 死者85人、家屋全壊122個、家屋半壊84個、家屋浸水2714個、冠水面積1135ヘクタール。戦後、足田川改修工事を再開し、合わせて、枕崎台風被害の復旧工事も行われた。また、下流域の農業用水確保のため、灌外専用ダム建設が決定し、1949年、 昭和24年に着工、1960年、昭和35年に三河ダムとして竣工した。1961年、昭和36年、大正時代から続いた大規模改修はほぼ完成した。また、同年から草戸宣言町遺跡の大規模な発掘調査を開始している。第二の転機となったのは、1964年。 昭和39年の通商産業省、現経済産業省による、ビンゴ工業整備特別地域に指定、1966年、昭和41年に、日本交換福山製鉄所、現 JFE スチール、西日本製鉄が、創業開始したことである。以降、福山を中心に重工業都市として爆発的に、人口増加していく。この中で、 都市用水及び工業用水の確保が急務となり、三河ダムのかさ上げ工事が行われ、1969年、昭和44年に足田川川口関着工、1973年、昭和48年に八田原ダム着工となった。1981年、昭和56年には川口関旬工、1997年、平成9年には、 発ったゲンダム春行。ただ、1972年、昭和47年から、中国地方の一級河川における水質ワースト1を、記録、以降記録を更新し続けている。1986年、支流の出口川でカドミウム汚染が発覚し、府中市と広島県が対策事業を始めた。1993年、平成5年の地方拠点法に基づき、 福山地方拠点都市地域に指定される中で、水質ワースト記録を更新し続けた。1970年、昭和45年に足田川流域自治体で作る、足田川水系の水を守る会が結成され、水の調査や自然体験会などを開いて、水質改善に向けた取り組みが始まる。2004年、平成16年には、国や市及び市民団体で、 足田川環境マネジメントセンターを設立、官民を挙げて改善へと動いていく。イモシーは水質悪化の原因を支流高屋川の悪化が主因と見ている。この川は福山のベッドタウンである神戸中心を流れているが当地は下水道整備が遅れており2010年現在流域の普及率4割生活排水が河川に流入して そもそも流量自体少ないことも、相まって水質悪化につながっている。イモシーは、改善に向け、高谷川流域及びさらに足田川下流にある、支流瀬戸川流域の住民に生活範を加え、流さないよう呼びかけている。国土交通省は、足田川と高瀬川の合流部に、高谷川河川浄化施設、足田川から河川水を浄化用水として高谷川に、流し流量を増やす。 浄化用水導入事業と中津原地区に2事業を行った。また、イモシーの考えとは別に、川口関による気水域の消滅も水質悪化の原因とする見解もある。川口湖は不栄養化が進み青子が発生しているが、川口関を管理する国交省は上記の高谷川事業によ川口湖の改善もできるとしている。地元市民団体を中心に、 水門の常時解放を願う単願書を国交省や市に提出していたが、赤解放により上流からヘドロが流入し漁場が荒れるとして解放に否定的な量もいることもあり、国交省は水の入れ替え促進を目的とした弾力的保留を継続的に行っている。2013年平成25年10月22日、芦田川環境マネジメントセンターなどと活動が、 重複することから、四市一町、福山、府中、小道、茨、世良で作る、足田川水系の水を守る会が、年度末の解散を決定、四十三年の活動に幕が閉じられる。国交省が流量観測地点を置いている山手橋、川口から約9 3トル、上流流域面積798.8平方キロメートル付近の、 5年ごとの年、平均流量と生物化学的酸素要求量を示す。流量は1秒あたりの立方メートル、BOD はリッターあたりのミリグラム。測定地点の環境基準は LHK。特に1994年の平成6年滑水時の BOD は12.0と滑水時には高い値を示している。また、2006年、平成14年から、 測定地点付近で国交省により春節工事を数年にわたって行っていたため、数年間流量地はない。瀬戸内海国立公園のビンゴナダ、天然記念物、クイ、ヤノノ岩海、上流域に県自然環境保全地域が2カ所、緑地環境保全地域が2カ所、県立自然公園が1カ所と自然豊かな流域ではあるが、上記の通り一部にオダクが目立っている。 流域全体は、河口岩で形成され、下流の平野は風化した、河口岩、マサ戸が、上流から流れて堆積した中石平野となっている。上流域は、流門岩、戦力岩、河口岩など混在した地層となっている。杭井、矢野の岩海は、河口戦力岩、継承地、川助峡は、変気力岩及び半霊岩で形成されている。中流、下流域は、 年番岩や流紋岩からなり、風化した花崗岩による中石平野の特徴が見られる。九百九十七年、平成九年から二千一年、平成十三年に行われた河川水辺の国勢調査、河川センサスによると、以下の種が確認されている。貴重な種としては、赤座、エビネ、エヒメアヤメ、ギフチョウ、カジカガエル、スジシマドジョウ、メダカ、 群配トンボ、ハグロトンボ、源氏ボタル、長崎アゲハ、大紫などが確認されている。特に、特別天然記念物のオオサンショウウオは、上流域の広い範囲で確認されている。一方で、護岸整備による環境変化が原因となり、アユモドキが絶滅したと見られている。上流域は、セラダイ地上の大半を、赤松が植生し、むつや追い川など、 渓谷特有の動植物が生息している。中流域は、ヨシや、草ヨシやヤナギが群生。そこでは、サギが住み着き、アユオイカはニゴイなどの魚類が生息する。下流域には、流量不足から、ナカスが形成され、聖高ヨシカワヤナギオギなどが群生。ヨシワラでは、オオヨシキリが巣を作っている。なおこれら吉シのうち下流域の福山市、妙台付近のウガ及び中カのものは、 よしの水質浄化作用を期待して、国土交通省により意図的に整備されたのである。上記の通り、高度経済成長以降を大きく環境が変わったのが、生活用水の流れ込みにより水質悪化した、支流高谷川流域と川口関の完成により、寄水域が消滅した川口付近である。高谷川は、小田区が進行し、主としておどみを好む種が生息している。 以前河口にあった、寄水域では、大和しじみや、あさり、浅草のりが自生していた。だが、川口関西以降はそれらを扱う漁師は、減少し、あさりの違いを放流している状況である。当地は、瀬戸内海式機構に位置し、降水量が望めないことから、古くから考えようため池が作られた。その中の一つに、水野勝成が工事を指揮した、服部大池がある。 一方で流域ほとんどを占めるマサドは、降雨のたびに流出し、土砂災害となったり、堆積土砂として、下流域に溜まることにより、上規断面を狭め洪水災害につながってきた。そのため、砂防施設も古くから建設されている。高度経済成長以降、水利用が減らないことに加え水質悪化懸念がある。ことから、官民挙げて総合的な利水策を検討している。 マサドによる土砂災害は1641年、官営18年福山藩主、水野勝都市から過労に災害を憂いた文章が残っているほど、この流域では古くから悩ませている。土砂災害対策は2010年現在でも重要な問題であり、特に広島県は土砂災害危険箇所の数は日本一のものとなっているため、県を中心に 災害対策が取られている。福山藩は、線運航路確保及び土砂災害に対する重要政策として、砂止めという砂防ダムを建設しており、この時代に28基付審された。福山城博物館所蔵三谷家文書に、天保年間1830年から1843年に行われた砂止め付審の記録が残っている。 神戸地区にある支流高谷川の支流、足田川二次支流である道々川には、日本に現存する中でも古い部類の砂防ダムがある。この道々線砂流は、空赤石円帝で作られ、現在1番から6番まで現存してり、最も上流に位置する6番止めは1835年、天保6年春行で、最大規模の砂止めである、道々川支流、三次支流にある、土びが、 サ久イサゴト井広イヒロも当時作られたもので周辺は浸水護岸や公園が県により整備されている。これら堂々千在流群は2006年に国の登録有形文化財に登録されている。蒸気の通り古来から慢性的な水不足であったため農業用水の確保も問題であった。1961年三河ダム建設に伴う 灌外排水事業として、七社東市港で取水し、市内中心部まで飲水する、足田川用が建設された。この足田川用水は、疎水百選に選ばれている。規模の大きい農業用水の取水施設として、以下の取水口がある。主な橋量は次の通り、以下上流から。流域の土地利用は、約88%が、産地、原の、 約10%が農地で、残りが宅地等利用である。流域市町村における米の作付け面積は、広島県全体の約29%を占め、足高流域は県における国草地帯となっている。これら水田は、上、中流域は平安時代からの開墾により、下流域は江戸時代からの干拓などにより形成されたものである。その他産物として、 上流域の瀬良町は県における松茸の産地の一つ。中流域の足田、新市町は、ビンゴガスリの産地であり、江戸時代末期に生まれ、かつてはこの川を干し場として利用していた。また新市は、菊の産地でもあり、府中は、家具、府中家具の産地でもある。福山藩が下流域に栽培を推進したイグサは、高級畳、ビンゴ表として、名物となった。川口付近は、 加工の,の沖では、他の瀬戸内海周辺と同様に、片口岩飼料が盛んで、入り子やちりめんじゃこが名物となっている。上記の通り、川口の干潟は昔は、富士川市道の元浅草のり養殖が盛んに割れ、みのみ浅草と呼ばれ、東京の業者によって浅草のりとして全国に販売されていたが、 川口関により養殖業者は減っている。下流域に重化学工業地帯が栄え、それにより工業用用水確保のため河川改修が行われてきた側面もある。例えば、川口湖から JFE スチールに向けて福山市工業用水として1秒あたり1.968立方メートル、1日あたり3万8000トン供給している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。